どうも、こんにちは、弁当です。えー、今日は、中和と縁というふうな話をしていきたいと思います。えー、と、まあ、いつもこう、なんていうんですかね、こう、入試対策的な問題なんですが、問題というか、まあ、動画なんですが、今回は、その、まあ、予習とか復習に使えるような動画を撮ろうかなと思って、やってみました。ということで、まあ、あのー、あまりこういう動画出さないんですが、今日はね、こういうふうな形でいきましょう。ということで、えー、まず、中和っていうものを、えー、おさらいしたいと思います。中和と。で、中和っていうのは、酸と塩基との反応になります。 例えば、塩酸とかね。えー、塩酸とか炭酸とか。あと、水酸化ってきてるやつは全部塩基になります。で、まあ、実際にこう、酸っていうのは、H プラスと。こういうのは水素のイオンがまあ酸の正体なんですね。さっき言うはい。で、塩基の正体っていうのは OH マイナスになるんです。だから足したら水になりますよね。H2O になります。足したら。まあ、ただ、その塩基の正体っていうのは OH マイナスと。 じゃあ、えー、実際に書いてみると、まず塩酸と水酸化ナトリウム。塩酸は HCl になります。で、これ H が入っているので、えー、これがまあなんか分解して H プラスと Cl マイナスに分かれて、えー、まあ3になるとということです。<laughs> で、水酸化ナトリウムに関しては、えー、っと、ま、ナトリウムなんで、ナトリウムが水酸化されてますよってことなんで、こうなります。はい。 で、これがどういう風に反応するんですかっていうと、さっきも言ったように、こことここを足すと水ができるんです。なんで、こことここがくっついて、まず水ができます。こっちに書こうか。水ができます。で、残った部分がくっつきます。こっちが Cl- で、こっちが OH- と Na+, に分かれるので、ここのマイナスとプラスで磁石みたいにこうくっつきます。そうすると、NaCl となります。 で、えー、この水の、えー、水ともう一つ出てくるやつこれのことを塩というふうに言いますいいですかねじゃあ次です、えー、塩酸いきます塩酸はさっき見たように HCl とでアンモニアはこうなります NH3 ですねでもこの中 o h スがないんですそう o h スがないんです だから、これどういう風に反応していくかってことなんですけど、このアンモニアは水とコラボレーションして塩基になります。だから、このアンモニアプラス水、このアンモニア水で、まあ、塩基だと思っておいてもらうと分かりやすいと思います。で、ここが反応すると、えっ、ー、と、ここちょっと書き直しますよ。書き直すと OH マイナスが欲しいので、まあ、OH マイナスと、 えー、そうやな。こっちに、え、こっちに H をこうプレゼントしてあげると NH4 になりますね。で、そうすると H プラスをプレゼントしてあげてるので H プラス。こっちは OH マイナス。で、NH4 プラスなので、えー、まあ、プラスとマイナスで電気はなくなります。まあ、これだと考えましょう。<laughs> で、えー、さっきも言ったように、ここです。ここと、ここが反応して、まず水になります。で、あと残った部分が、 えー、ここと、ここで反応して、NH4Cl となります。いいですかね。ということで、あのー、まあ、見てもらったらわかるんですけど、両辺に水があります。こういうふうに。ちょっと消しますよ。実際の式は上なので、これで水がこう、両辺、えー、消えるので、こんな感じで表します。最初、最後にこう水を消してやってくださいね。 で、次に炭酸なんですが、まず炭酸イオンっていうのをちょっとここら辺に落書きしますが、炭酸イオンっていうのが、その、二酸化炭素に似てて CO2 で、これが CO3 になるんですね。で、さっきもうこう H プラスと OH マイナスなんで O2 マイナスですよね。で、O2 マイナスに H プラスがやってきて、O2 マイナスと H プラスで OH マイナスですよね。ですよね。電気的に。 なんで、ここは2マイナスになります。まあ、O2 マイナスがこう加わってるので CO32 マイナスと。で、えっ、ー、と、そうすると、これに H プラスを2個持ってくると電気に釣り合いそうですよね。だから H2CO3 っていうものがこれ炭酸です。で、さっきも言ったように水酸化あ,まあナトリウムじゃなくてカルシウムなんですが、この場合はナトリウムでしようか。ごめんなさい。 水酸がナトリウムと。で、水を作るんですけど、ここの、あの、水、ここの H2 と、ここの OH がこう、釣り合ってないので、水を作るためには、ここ2個必要なんです。で、2個作っておけば、H の数は2個だし、OH の数も2個なので、ちょうど水が2個できます。まあ、順番どっちでもいいんでね。で、ここと、ここをくっつけといてやると、 Na2。他 Na の二の場所変わるので気をつけてくださいね。で、CO3 と、こんな形になります。じゃ次、円の話です。<laughs> 円の話なんですけど、H プラスまたは OH マイナスを別のもので置き換えたもの。これを円と言います。H プラスまたは OH マイナスを別のもので置き換えたもの。ということで、例えば、えー もうこの三の H プラスをこう置き換えます。そうすると、三これ H プラスですよね。じゃ例えば NA プラスっていうのを使ってやって、NACL っていうふうな、ここの電気、あの、合ってると同じような振る舞いをするので、こんな感じです。えー、とか、例えば、KOH、えー。OH まあ、これもあの、OH が入ってるので、塩基になります。まあ、水酸化カリウムですね。 じゃあ、えー、この OH を別のもので置き換えてやると、例えばこれ OH マイナスなので、CL マイナスなんていうものを使ってやると、えー、KCL という形です。とか、えー、他にも、例えば NAOH で、ここ OH マイナスなので、えー、っと、そうですね。NO3 マイナスを使ってやると、えー、ここの部分を置き換えてやると、NANO3 と、こんなものを円と言います。はい。 で、えー、次ですねここら辺ちょっと、えー、言葉を埋めていきたいんですがまあこれを「声援」と言いますで声援の意味は「残ってない」という形になります逆にこういうふうに H が残ってるものっていうのは、まあ、3の振る舞いをちょっとだけしますから 3円と言います次にこの MgClOHA というふうにこうあこうなってるやつは OH がこう o h スがこう残ってると残ってるので塩基性塩と言いますはいいいしょじゃあ、えー、ここまで見えてきました ということで、もうちょっと話を進めていきたいと思います。はい。ということで、えー、まず、酸性酸化物ってものを見てみたいと思います。酸性酸化物ですね。で、こう、酸っていう漢字が2つ入ってるんですけど、根本的な違いとしては、酸性っていう風に来たら H プラスになります。 で、酸化ってきたら、えー、僕たちがあの中学校の時にやったように、まあ、O2、まあ、酸素のことを表す、酸素と反応したっていう意味ですねで。酸化、つまり酸素と。酸化ってのはこうだと。で、酸性っていうのは H プラスですからね。ちょっとこんがらがるので気をつけておいてください。で、えっ、ー、と <coughs>、例えば、どういうものを言うかっていうと、例えばこう、非金属ですよね。 この非金属を持ってきて、この非金属に酸素を反応させます。そうすると、CO2 ができますよね。で、こう、非金属と酸素を組み合わせてできたものを、これを水と反応させます。そうすると、どうなりますかっていうと、ちょっと逆の矢印も書いておきますね。逆もあり得るので。で、えっ、ー、と、まず、えー、そうやな。 一回ここで取ります。でこっちに、えー、プレゼントすると c o 3になりますねで O がこうプレゼントされてってこっち2なのでこっちが 2H+ だと思うとこんなことが言えますはい、まあ、く,くっつけただけですねえー、ここを、まあ、電車みたいな感じでここに連結してやったそうするとこうなりますでこれが炭酸でしたね はい、次です。えっ、ー、と、例えばさっき言ったように、まあ、非金属を持ってきて、まん C わかるごめんなさいですけど、まあ、ここに酸素をくっつけます。で、この非金属に、非金属を酸化したものを、え、を持ってきて、まあ、オレンジで囲んでおきましょうか。これを、えー、これと水を反応させます。で、これと水を反、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、水じゃなくてもいいんだね。えっ、ー、と、ごめんなさい。<laughs> 塩気でも構いません。 えー、はい。塩基でも構いません。なんで塩基でもいいかっていうと、まあ、簡単に言うと、この H2O っていうのは、こうですよね。ということは、HOH って表してもいいはずだ。本当は表さないけどね、こういうふうに。ということで、ここに OH があるんです。だから塩基、塩基っぽい感じなんですよね。まあ、ここに酸もあるので、酸と塩基で、こう、あのー、 こう打ち消しあって、酸にも塩期にもならないんですが、まあ、塩期っぽいので、こう OH がある OH があるで、まあ水でも塩期でも構いませんよという形です。じゃ何言ってるか分かんない人はまあ巻き戻してみてください。はいまあ、OH があるぜ、OH があるぜ。ってことは水がこういうふうな反応するんだから、こいつも同じような反応するだろうっていう形です。で、えー、これを反応してやると、ちょっと分かりにくいですね。これは、あのー、なんで分かりにくいかっていうと、まあこれが、本当は酸性なんで、た炭酸なんでね。 そうすると、ここに水を加えておきましょう。そうすると、これはさっき言ったように、H2CO3 というふうになりますと。で、これとこれは反応します。そうすると、えー、こことここで水ができます。さっきとアンモニアみたいな感じですね。水ができます。シュッシュ。で、あとは、えー、この CO3 と BA。これをくっつけてやると、まず、えっ、ー、と、BA。 金属から先に書くんですねそうすると BACO3 となりますはいで、えー、両辺に水がちょっとこれ消しますよこれ両辺に水があるので1個だけ水を取っておけば、えー、書き直すとこうなります、えー、CO2 と BAOH2 これが反応して、えー、CO3 と水ができますいいでしょうかねはい じゃあ次の話いきます。次、塩基性酸化物っていうものを見てみたいと思います。塩基性酸化物ということで、これはどういうことですかっていうと、えー、と、まず金属を持ってます。さっきは非金属だったんですね。だからまあちょっと、ここで整理すると、 非金属を酸化させたものは酸性酸化物となります。ではさっきの、あのー、まあ、CO2 とかね。で、えー、これが金属。金属を今からこういうふうに酸化していくんですが、これは、今言ってる、塩基性、 酸化物になります。はい。ということで、えー、これ、やります。これとこれを反応して、CAO となりましたね。この,の、で、この金属を酸化したものと水を反応します。はい。で、これを反応してやると、まあ、さっきもや、やりましたが、えー、CO2 と H 2 o、H2O。 これは、もうそのままくっつくだけでしたね。えー、H2 で CO3 と。まあ、ここ連結していくよって形でした。ということで、まあ、同じようなことがあります。まあ、ここの O が2つあって、H が2つあるので、合計 OH マイナスが、OH マイナスが2つできます。 えー、o が2つあって H が2つあるので o h スは2つできます。ということで CA は1個だけなんでここの部分で o h スが2つできるんですね。だから OH となります。いいですかね。で今度は矢印が逆向きは起きません。っいうのは金属なんでもうくっついたらもう離れないという形です。こっちはねくっついても離れるんですけどこっちはまあないよって感じです。なくはないけどほぼないよと。 <laughs> えじゃあさっき言ったようにえさっきは酸性酸化物と水との反応それから酸性酸化物とえ塩基との反応も OK でしたで次塩基性酸化物と水の反応え酸との反応でもいいんですねなのでえ酸と反応してみます CAO これが塩基性酸化物ですねこれを酸化して CAO とでこれを、えー まあ、こういういのと反応してみますでどうなりますかってことなんですけどえっ、ー、とまあ要はこの金属とハロゲンこれ17足元素っていうんですが、まあ、これがこうくっつきやすいっていうところがありえますなので Ca,、えー、CA が 2+ ですねっていうのは o 2スなんで CA2+ でこっち H+ でこっち c l スですね ということはこここマイナスが2つ必要ですよね。これが1つでこれが2つなんでここに2つ書いておけば CL が2つあっていけなくちゃいだぜという形でこれが1つでこれが2つで準備 OK って感じですねこれが2つあってこのマイナスが2つあってここがガチャンっていうふうにすればこうです。はい。でこの真ん中から水が取れるような形です。 というのが、えー、塩基生産化物の話です。えー、まとめるとね。塩基生産化物まとめると、まあ、反応式が書きますよ。さっきの話で、こういくと、まずは、こう、CAO。これと水の反応をまずやってみました。で、水との反応については、もうそ、そのまま反応するだけだと。いうことなので、ここら辺で OH を作って、こう。それから、CAO で、 HCl が、まあ、二つあれば、二つあれば、ここの Ca2 プラスと、ここの Cl マイナス、Cl マイナスで反応するから、このオレンジ同士くっつけてやることで、CaCl2 となって、で、この真ん中から、水ができて、っていうふうな反応でした。 はい、よいしょうか。<laughs> ということで、えー、次、ラストにします。今、酸性酸化物と塩基性酸化物いきました、えー。酸性酸化物と塩基性酸化物を見てみました。次は、量性酸化物です。で、えっ、ー、と、どういう風にしていくんですかっていうと、まあ、あのー、あー、あー、 すんなりと良性に愛されると。で、えー、それから、まあ、えっ、ー、と、これがアルミで、あえんですね。あえで、これ鈴、鈴、えー、鉛え、まりと。ということで、あーあ、アルミですね、これが。ああ、すん、なまりなんでなり。 と要請こいつらは量性酸化物ということが言えます。えー、ごめんなさい、えー、これ量性元素ですねごめんなさい。こいつから量性元素。で、この量性元素に酸素酸素反応させてやったものが量性酸化物となります。量性酸化物と。ということなんで、 こいつを考えてやればよくて例えば AL であれば AL3+, なのでここ大事ですね 3+, アルミニウムは 3+。ということでえっ、ー、と o 2スと比べると AL3+, が2つあって o 2スが3つあればいいので足し算してやることによってこうですね。こいつとまあ両性なので。 3とも塩基とも反応するということで、えー、っとここに6って書きますで6って書いて、まあ、水が出てくるよと、えー、H の数だけ水が出てきますね H で合わせます H で合わせてこうとであと残った部分がこことここでくっつけたがるのでこうですね で塩基ですね塩基とも反応するということでここの係数には2と書いておきますで2と書いておいて一応ここにね水を加えておくことがコツとでどうなりますかっていうと 2nALOH となりま,すまあここはちょっと難しいんですがえー、まあアルミニウムの方で、えー、僕の動画のアルミニウムの方で解説してますのでよければ見てください。ということでえこう思い出します。ごちそうさました。